ブリティッシュアイリッシュライオンズの代表選手から選ばれ構成された特別チーム、ライオンズの愛称を持つ。2005年、ニュージーランド代表と対戦するライオンズ1888年に、オーストラリア及びニュージーランドへ遠征したイングランド、スコットランド及びウェールズの選手によって構成されたチームが、初めとなるが、オーストラリアでは、オーストラリアンフットボールのルールでの試合もあったと。 される1891年に南アフリカへ遠征したのが第1回目とされ、イングランド及びスコットランドの選手で構成されたチームであった。ホームユニオン4協会で構成されたのは1910年の遠征から。この頃はブリテン諸島代表と呼ばれ、ライオンズという愛称がついたのは1930年頃からである。ライオンズは 南半球への遠征のみに結成されて、北半球では試合は基本的には行わない。4年ごとに南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランドと順次、遠征している。現在2021年南アフリカ遠征のライオンズが活動中である。近年の例外として、2005年の遠征前にアルゼンチンと2021年の遠征前に日本とそれぞれテストマッチが ホームネーション内で行われているほか、2013年のオーストラリア遠征中には、香港にてバーバリアンズ戦が行われたこともある。エンブレムには、イングランド代表のバラ、スコットランド代表のアザミ、ウェールズ代表のプリンス・オブ・ウェールズの羽、アイルランド代表のシャムロックが描かれている。ユニフォームについても、ジャージは、ウェールズの赤、パンツは、イングランドの白、ソックスは、 スコットランドの青とアイルランドの緑と4カ国のカラーがあしらわれている。テストマッチにおいて国家やそれに準ずるアンセムは演奏されず、試合前には相手国の国家のみが演奏される。2005年の遠征時チームのアンセムとしてザ・パワー・オブ・フォーが制定されたものの、選手、ファンの評価は得られず同会限りで廃止されている。英国、アイルランドのラグビー選手にとって、 ライオンズに選ばれることは名誉のこととされ、出場したライオンズの選手にもキャップは送られる。スコート選手名の前に来る国旗はその選手が、所属するユニオン所属、キャップ数は2021年5月7日現在。ありがとうございます。